えい。いけません？いけませんね。あれ？結構時間かか、結構時間かかんね。ここだ、ここ、ここ、ここにいて、レオンくんは逃げる。レオンくんは逃げる。ちょっと待って。違うの。違うのよ。レオンくんは、逃げようと思ってたんだよ。さて、悲しいですね。どうしてこうなったのか、わかんない。はい。はい。はい。やべ、酔っちゃう酔っちゃう。パンパーン！ここうまい、ここうまい、マジうまい。うまいと思う。死ね！死ね！じっとしてねえやん、絶対。おま、避けろ！ Do it！ ポン。おい、コンテナ戻ってきちゃったわ。ちょっと待って。しげ。高所だ。こういう時にコンテナやるんだがな。今わかった。今わかった。おい、今わかったよ。まずは、こいつをこっち側におびき寄せます。回復します。即死だったもんな、さっき。ウェイ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 。カチコチレオン。ウェイ！ひるませてからの。シュッシュッ。パーン！オッケー、ナイス。はい、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 走って。走ってどんよ。待ってろよ。これ何？これ。ハンドガン。やったぜ！ウェーイ！ウェーイ！難易度下げますか？下げません。あ、これも勝ちでしょ。大ダメージっていうかさ、終わりじゃん。あ、大ダメージじゃないやん。ゲームが、ゲームっていうか、戦闘終わりやん。これで、あれ？何発だ？ 8 発ぐらい使ったのかな。さて、ついに勝てた。一定以上のダメージを当てていると、一発で落ちてくれるんだよね。そうなんだ。結構頑張ってたんだ、レオンくん。ここもうアイテムない。あんまりこのさ、これ使いたくないな。今、酔った。さっきのやつで酔った。今、あれ？ここじゃねえの？あ、ここだよね。これでお別れだといいか、フラグ。ね、思った。思ったけどね、口にしなかった。あれ？あれ？でも、あ、もう嫌だ。酔っちゃう酔っちゃう。アイテムをさ、忘れてるっぽいね。どうやら。どこですか？はい。マグナムのカマちゃん。でもターン使っちゃうわ、普通に。ここどこ？ここはどこ？あ、はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。あの、ちょっとセーブしていい？ちょっとビビってる。もうね。ボス倒したしさ、セーブしたい。僕は。なんか、いらないものは、置きましょう。久しぶりにナイフがあるな。ナイフの安心感。エイダ助けて終わりかな？いけるかな？残り10分ぐらいなんだけど。で、いけたら行く。クリア後、セーブ回数も記録されます。だろうね。
なんかバイオハザードってさ、セーブ回数でなんか一つ無限武器もらえるよね。セーブ回数か時間とか。構成にはちょっとシルスが強いシーン来るけど。マジか。それは刺激が強いわ。心配したぞ。自分じゃ抜けない。俺だって無理だ。やって、これじゃ歩けないわ。わかった。いや、痛い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 。こういうの、上い。じっとして。自分でやれる。いいから楽にして。やばい。刺激が強いわ。それで、これからどうする？あなたは逃げて。あん。逃げられる。君を置いていけない。こんな状態で。思ってた以上に。状況が厳しいのよ。そう簡単に引くかよ。今度は俺が、君を守る。これは惚れますわ。そこまで張り合うわけ。消毒液さっき自分で使えよう。捕まって。調子に乗らないで。助けようとしただけだ。この後また刺激が。マジか。無理よ。助けたいな。ネストへ行きましょう。ネスト。ネスト。アンブレラの研究所、この下にある。さらに近いくの。が言ってたウイルスのサンプルがあるって。どう？付き合う？他に予定もないしね。行くわよ。やることがいっぱい。了解。よし。あーよかった。このエイダーと二人でいるときはさ、安心だよね。敵が出ない。多分、多分ね。どこでそれを？借りたの。とにかくあと少しよ。エイダの首元を照らす、レオン。変態だな。私だったらおんぶしてもらう。いや、自分もしてもらう。歩くのしんどいもん。あれ、ここってさ、どこ行こうとしてんの？担ごうか。結構よ。子供じゃないんだから。見た目より痛い。え、レオン、レオン、レオン痛そうじゃないけどね、全然。全然痛そうじゃない。いや、お姫様抱っこはね、銃撃てなくなっちゃうから。やばいよ、それはさすがに。あれで目的地に行けるはず。どれどれどれ。はいはいはい。あ、なんかここ、言われたもんね、ここ。ピーツとか言って。お姫様抱っこはクレア編にて。マジか、あんの？それクレアが、抱っこされてるんだよね。やばいな。変なとこでテンション上げてる。腕の中で死にてんだよ、言わせんな。なるほどな。これ怖くない？ゆっくりなのかな？こちらはネスト直通です。到着までしばらくお待ちください。くれ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 。くれって。はい、刺激強いシーン。嘘でしょ？俺は許せない。アンブレラに乗り込んで、一刻も早く処罰すべきだ。そうね。でもあなたは、正式に任命されてない。これは FBI の仕事。G ウイルスが手に入ったら私がやるわ。ねえ、私を信じる。そっちは？もちろん。出なきゃあなたは死んでる。そうか。あなたの助けがいるの。今こそね。Gウイルスお願い。こんな悲劇は二度と繰り返したくないの。ヘオンとエイダはいいよね。弱気になるな。もちろん俺も手を貸す。私を見て。まともに動けない。
あなたが最後の希望なの、お願い。君を置いてけない。もし襲われたらどうする。うわっそして何も言わない。私なら大丈夫。見届けたいの。赤ちゃんできちゃう。できないんだよな。やば。エイダ超積極的じゃん。行って。いや、エイダとレオンは結ばれてほしいよね。持ってった。レベッカとジェイクも。レベッカ、あ？レベッカじゃねえ。あれ？レベッカだっけ？レオン。ジェイクのパートナー。頼んだわよ。クリスとジルは別にどうでもいいけど、エイダとレオンは結ばれてほしいよね。よし、終わろうか。セーブポイントがあったら終わりましょう。それはバイオミの娘さんじゃなかったっけ。あ、そうだ、シェリーか。シェリーだわ。ジェイクとシェリーも結ばれてほしい。あれ、ここ絶対ステップあるでしょ。終わろうと思ってたんだけど、お、シャワー浴びたい。確かに。下水まみれだもんね。セーブポイントがないんだけど。あ、いや。で。うわ、すげえ、なんか近代的な。感じ。キスしたし、その後のこともあるから。おいおい、なになになに？つまり、戦闘イベですね。でも、1000ポイントなかったから戦闘イベじゃないでしょ。結構あるね。怖いんだけど、落ちてこないでね。ようこそ、ネストへ。ウェーイ！ご訪問を歓迎いたします。アンブレラ。受付。キスした後に多分下水くせえなって思ったはず。確かに。下水の味がしたかもしんない。お、トイレ。と、食堂。なるほど。食堂は血だらけと。トイレは？行きません。電気の安心感よ。ね。うーわ。行くか。うえ、びっくりしたな。下水の味は臭。誰だよ、どこだよ、見えねえ。見えないおじさんがいる。あいつ？もしかして、あいつ以外にいる？見えないおじさん、うるせえ。いや、もう一人いるやん。音的に。いるよな。おばさん。ここから行けっか。このおっさん怖いんだけど、地味に。おばさんめっちゃ食ってる。よし。一周下ネタかと思ったわ。おい！なんか動いてる気配してる。うえぇ。おい。食べてる位置が。ね。下ネタかと思ったよ、ほんとに。52発。じゃ、40発ありゃ、十分。すげえ、なんか、弾使いまくれる。立つのかよ！おばさ！ここまで来るかな？来てほしいんだけど。このアイパティにさ、
結構嫌なんだよね。扉近くで戦うことに。今のは神回避だと思うんだけど、どうかな。オッケー。よし。探索するか。最新の成果学研究に基づいてバランスの取れたメニューをご提供します。はい。え？今誰？おばさん？これおばさんだよな。違った。誰だよ。誰だよ、本当に。本当に誰だよ。そしてあいつは何なん？こいつ。こいつは何だ、マジで。立ちすぎでしょ。まだ？おばさんで、開けたの知ってるから、私。開けないよ。待ってやがる、あいつ。しゃぶられてたやつ。マジかよ。寝ててほしいわ。おいや！おいや！えいや！ナイス！ちょ、誰だよ！おばさん。なんでこのおばさんだけ声リアルなの？うぅぅぅ。オッケー。燃料来た。満タンだったわ。あれ、あっち側行けねえな。まあいいか。ガンパウダー大。最近の科学者は燃料も食うんか。あれこいつ。あ、なんか落としてるなと思ったら、こういう音か。やったぜ。ちょっと復活しすぎじゃない？おばさんさ、おばさんじゃねえ。おじさん。ちょっと倒し、安全確保してから行きたいんだよな。このクソ野郎。これ復活した割には倒れねえんだけど。さて、ここどこ？あれ？厨房？あ、じゃあここ空いてなかったってことかな？わかんねえ。とりあえず行くか。ガンパウダーをゲットしようか。セーブの雰囲気じゃない。ね。速攻セーブして、終わろうと思ってたのに。うわおガチでビビった今。うわって言ったで今。さっきセーブあったんだけどね。嘘嘘でしょ。おいおい。それあるよな、最初、その、新しいエリアに来てさ、だいたいある、だいたいあるじゃん。こいつ何？ここ、入ってくるなら入ってきて。入ってこないなら、うろうろしないで。こいつ分かった。入ってこないぞ。ただうろうろするだけだ。
うわっ、こいつ、こいつに対して2回もうわって言ったで。2うわやだよ、2うわ。ほんとクソ野郎だよ。あ？あら、セーブできません。研究者じゃないから。セーブできません。戻れませんでした。戻れねえってことだよな、これな。うん。なるほど。進むしかないらしい。あれ、アイテム回収。してねえ。なんだろう、何があるんだろう。カレーがあって。あれ？なんもなくね？ピーピーピー。待ってね。アイテム探しな。あれ？わかんねえ。もういいわ。しょうがねえ。わからんときはしょうがねえ。そこには夢が置いてある。夢か。じゃあわかんねえわ。え、なんか、出てるけど。なんか出てるけど、これ。電子部品。こいつは使えそうだ。調べよう。そういえばこの指輪さ、調べてねえな。アップグレードチップ。戻れんのかな？怖え。あ、ここ怖え。マジで怖え。出てきそう。火炎放射器。はい。おい。組み合わせて。組み合わせる。ああ、そういう感じ？そういう感じ？うわ。組み合わせました。ありがとう。これはなんだ？なるほどね。今いけないんだ。じゃあセーブできんじゃん。なんでや。あれ、あいつさ、倒さんかったっけ？気のせいだった。行くぞ、ヘッドショット。ここやろ。違ったわ。どこ撃てばいいんだろう？おでこの真ん中かな？うん。安全地帯。ここはもう安全地帯でしょ。待ってたよ。そこは運なんだよね。あ、そうなんだ。セーブねー。セーブねー。あった！見つけちまったぜ。ドビー・ジャクソン。サラ・高橋。サラ・高橋。絶対日本人じゃん。アンソニーね。シリル。デズモンド。ウェイン・リー。これなんだろう？重要なのかな ?18545546。まあいいや。覚えとこう。そういうのが。あったって。セーブしよう。わからん。マグナ、あれ、燃料いらんだ。燃料いらんべや。ガンパウダー。ナイフを、これ預けて。オッケー。じゃあ、配信、終わりたいと思います。ご視聴。ありがとうございました。はよドラでした。